こんにちは、コミーです。今日はこちら、ちょっと久しぶりになっています、アワートライブの三角ショールです。前回の動画から私は一切編み進めておりません。はい、今日は久しぶりに編み進めますけれども、まだ手に入ってない方もいらっしゃるかもしれませんね。この企画は、この系統でっていう縛りはなくて、で、もちろん編み図も何の縛りもなくて、とてもゆるゆるなイベントです。三角ショールをね、一人で編み進めるっていうのが、孤独な戦いといった、戦いって言うとなんかあれですけど、編み始めの時はね、このぐらいの時期は、すごくスイスイと進んでいくので、全然、楽勝じゃんって思うんだけれども、三角ショールの罠としてはね、編み進め方にもよるけど、このタイプの編み進め方だと、どんどん一辺が長くなっていくから、完成するんだろうかっていう、ちょっとその不安が出てくるわけですね。そんな時にね、私の動画で、ライブもね、やろうと思っていますけど、私がどれぐらい進んでいるのかとか、他の方もどれぐらい進んでいるのかとか、SNS とかでね、私この辺まで進んでますみたいなこととかを発信していただいたりしながら、刺激を試合っ子をして進めていくみたいな、そんなゆるいイベントです。で、一人で挑戦するのはやっぱり不安だわという方は、一緒にいかがでしょうかという感じですね。で、別にこれは参加資格とかもないし、参加表明とかも必要ないし、編んでたって言わなきゃ挫折したこともわからないわけで、そういう感じでね、上手に使っていただけたらいいなっていうところと、今回この毛糸屋さんのご提供のアワートライブ、シェイプエースのアワートライブという意図を、ファンファンセットというセットもあったし、すごく私も初めて手にしたんですけど、すごく柔らかい糸なんですよね。だからもう手に入れた方もいらっしゃると思いますが、この糸でもし一緒に編むなら、それはそれでまた楽しいイベントになるのかしらとか、そんな感じのイベントです。はい。で、これは冬の糸なので、本当に急いで編まないと夏終わっちゃうわ、みたいなことでもないから、ファンファンセットが売り切れで手に入らなかったという方がいらっしゃったりしたので、ちょっとここのところは間を空けつつの動画配信というふうになりました。だからもう、一玉目終わったわよ、という方も多分いらっしゃると思います。で、別に編み進め方も、私に合わせる必要も全然なくて、ガンガン編めるときはガンガン編んじゃった方がいいと思います。で、ちょっと今休憩だわみたいなときに、私が動画とかライブとかでね、今この辺ですみたいなことがもし刺激になって、やべえ編まなきゃみたいな、そんなことがもしあれば、それはそれでね、いいのではないか。そして私の動画がなかなか、上がらない場合には、ちょっと三角ショールどうなってんのっていう、そういうツッコミを入れていただくとか、そんな風にしてね、お互いを刺激し合っていきたいという感じです。今回の再販でも手に入らなかった方もいらっしゃるのかしらね。で、前にライブ配信でお話したのかな。手に入らなかった方とか、欲しかったという声とか、再販ありますかっていう声とか、そういうのはもう直接
毛糸屋さんの方に届けていただいた方がいいのではないかということをお話ししたとは思うんですけど、どのくらいの方がまだ欲しかったけど買えなかったという方がいるのかっていうのも分からなかったりするとね、もしかして再販可能かもしれないしとかね、そんなこともあるので、はい、久しぶりに編み進めますよという感じです。ちょっとじゃあ飲み物いきますね。あんまり編めてない今日のコールドカップ水です。毛糸屋さんの、まあ皆さんもご存知かとは思いますけど、毛糸屋さんってまあネットショップもありますけど、そして今は店舗ね、お休みしているという状況ではありますけれども、町田に実店舗のあるお店なんですよね。私一度お店に伺ったことがあります。ソックヤーンがめっちゃ並んでるワクワクするお店ということを前にも動画でねお話ししたことあります。私ここのところちょっと靴下編みが再燃ということで、めちゃめちゃ靴下編んでるんですけど、まあ靴下屋さんになりたいっていうまあ冗談のように聞こえる、結構冗談でもない靴下編みはすごく興味のあることで、そういうことがあるんですけれども、毛糸屋さんがねソックヤーン屋さんって感じなんですよ。ソックヤーンを取り扱っているお店なんですよね。で、そのオパールは有名ですけどね、それ以外のヨーロッパのソックヤーンっていうのもたくさんあって、そういったものが店内にきっちりと並べてあるという、本当に夢の国的な場所なんですけど、まあそんなことで今回ねこういう風にソックヤーンは靴下だけじゃなくて他のものも編めるよっていうことも、毛糸屋さんおっしゃっていました。で、私も編んでますけれども、洗濯ができたりとか毛玉ができにくいとか、実用的な意図でもあるんですよね。だから靴下だけっていうのももったいないなみたいな、まあベストとかセーターとかウェアでもいけるよっていう意図なんですよね。だから靴下編めないからソックヤーンはって思う方は、いやいやちょっと待ってって、もったいないもったいないみたいな、まあそんな意図なのかなという感じなんですけどね。それでも私が実店舗伺った時に、靴下本当に編み始めの頃だったんですよ。で、その靴下のことをちょっとお店でお話伺ったりとかしたんですよね。で、やっぱり靴下、ソックヤーンが並んでいるということで、もちろん他の使い方もできるけれども、その靴下編みの楽しさもこう伝えていきたいという思いがあるようなんですね、毛糸屋さん。で、まあ、今すぐではないようなんですけれども、その靴下の編み方の動画みたいなものも今後上げてくださるような計画があるようです。まあ今すぐということじゃないので、いつぐらいに出るよっていうことではないですけど、まあそんな感じで、その靴下編み、手編み靴下の良さっていうこともね伝えていきたいということでした。で、私もまだまだ初心者なので何足も編んだわけではないですけど、冬は自分で編んだ靴下を履いていて、やっぱりね、それ以外のもの、市販のやつを履くと違いが分かります。それぐらい手編みの靴下はすごいなって思っていて、まあその編むこと、靴下を編むっていう、編む側としてもすごく靴下に興味はあるんだけど、それは履いていていいからっていうのもあるんですよね。うん。だから、そう、ソックヤーンは私自分で買っていいって思っているんです、たくさん在庫があっても。まあ、それぐらいその靴下編みはもうほんと今後続けていきたいことで、うん、
という意味でもこのケイト屋さんの今後の動画なりっていうのはすごい楽しみにしています。でね、お店も再開したらまた見に行きたいなと思っているし、なかなかこうソックヤーンだけがこう揃っている店舗ってなかなかないですよね。手芸屋さんに行っても、まあ、ケイトはあったとしてもその中の一部がソックヤーンという感じだし、どうしてもいろんな数の中から選ぼうとするとネットショップになってしまうっていうことがありがちだと思うんですけど、実店舗のいいところはやっぱり触ってみれるとか、直にこう色が見てわかるとか、そういうことだと思うんですけど、まあ遠くだとねなかなか実店舗に伺うっていうのは難しいですけど、訪問できる範囲の方ならね行ってみたいと思うところではないかと思います。アワードライブ、私は初めて手にしたんですけど、ケイト屋さんの福袋に入ってたっていう方もいらっしゃったんですよね。で、今回私も初めてこうやって手にして触ってみて、柔らかい、ふわふわっていうのが分かりました。で、そのケイト屋さんのネットショップにも出ていたと思うんですけど、やっぱり見ているだけでは、まあ、色はねなんとなく、あ、綺麗な色っていうのは分かるけれども、触り心地っていう意味ではやっぱりネットでは分かりにくいというとこがありますよね。今後ね、私もいろんなソックヤーンで靴下とか、まあ、他のものとかも編んでいった場合には、あのこういう糸レビューっていうのもねできたらいいなってちょっと思ったりしてます。今持っているのはまあ福袋のものだったりとかで、そんなにお店みたいにいっぱい糸があるわけではないから、あのいろんな商品をレビューするっていうわけにはいかないけどね、そのケイト屋さんの実店舗もし伺えて、気持ちいい触り心地のいい糸をもし購入できたりした場合には、あのぜひねその辺はレビューしたいなと思ったりしてます。触って選びたいですよね、買う場合にはね。まだねこの動画で編んでる時以外編んでないんですよこれだからね、この針にこうまだ手が馴染んでない感じがありまして、これからもっとちょいちょい動画なりライブなりでこう編む時間が増えると、この針にも馴染んでくるのではないかと思ってるんですけど、前回もこの針については言ってるのかな、確か言ったような気がするんですけど、軽いんですよね。とにかく私の場合にはこう自分の手が小さいとか指が短いっていうのがあるので、この針の長さに慣れてしまえば多分ね編みやすいんだと思います。で、この先っちょが白いっていうのも、うん、見やすいんじゃないかと思いますね。あの目の事情がある方は特に、私がある方なのであ、そう、この私の編んでるパターンはニコ編みさんの動画に編み方があります。同じこの編み方、このグラニーなのでとても、編みやすいです。いろいろ考えないで編めるので、三角ショール初めて挑戦しますみたいな方なんかにはとても挑戦しやすいのではないかと思います。もちろんいろんな、パターンがあって素敵なパターンがたくさんあるからね、模様編みだったりとか透かし模様とかいろいろありますよね。そういうのに挑戦するっていうのももちろんいいと思いますけど、まあね、編み切るっていうことをまず目標にしていて、編みやすいものって考えると、まあシンプルなものっていうのも一つありかなと思います。こちらの
編み方はニコ編みさんの動画で丁寧にレクチャーしていただいているので、ニコ編みさんの動画をご覧ください。で、私のこのセットはこの段染めのと黄緑のセットのなので、この段染めのが終わったら単色の黄緑のやつを使って、外側がその単色になるような感じで編んでいきたいと思っています。はい、ということでちょっと大きくなりましたね。まあ、まだまだですよ、まだまだ全然ありますからはい、まだ編み始めてないです。このアワードライブでぜひ編みたい、でもまだ手に入れてないという方もまだまだ全然大丈夫なので、毛糸屋さんのその入荷状況とか、私も、メルマガを登録していて、そちらで再入荷の場合にはそこで知れると思うので、私が知った段階でまあお知らせできたらとは思いますが、手に入ってこれから編むよという方はもうその時点で始めていただいても大丈夫なので、三角ショール一緒に編むという企画楽しそうだわという方はぜひご参加ください。これはもう全然自由に参加できるものなので、はい、ということで久しぶりに三角ショール編みました。またちょっとまあどうだろうな、まあ 2,3 日中にもう一回やりますというわけではなく、ちょっとだけまた様子見てということになると思いますが、まあライブ配信もちょっとやりたいなとも思ってます。はい、ということで久しぶりの三角ショールでした。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。